クラウス製2092号機関車、1889年製で、ブラジルのサン・ローレンソの駅に展示されている、ゲオルク・クラウス、1905年からは、ゲオルク・リッター・フォン・クラウスは、バイエルン王国の実業家で、ミュンヘン及びオーストリア・オーバー・エースター・ライヒ州・リンツの機関車工場、クラウスの創業者である。クラウスの綴りがクラウスからクラウスになったのは、 後に名番に大文字で会社名を記入するようになってからである。ゲオルク・クラウスは織物親方のヨハン・ゲオルク・フリードリヒ・クラウスとその妻、アンナ・マルガレーテの間の4人兄弟の長男として、幼名はシュタールとして生まれた。初等教育を終えた後、彼は1833年に設立されたアウクスブルクの王立工業専門学校に進学した。 彼はここで非常に優秀な成績を収め、特待生となった。学校での教育を終えた後、彼は21歳の時にミュンヘンへ出て、ミュンヘンの機関車工場、JA マッファイで働いて、機関車設計を学んだ。続いて1849年に、王立バイエルンクニーユー鉄道に入り、ホーフ、ケンプテン、リンダウなどで働いた。 1857年にはスイス北東鉄道へ入り、機関車主任として、同鉄道の機関車運用管理責任者と工場長を務めた。ここで4両の機関車を製作したことは、彼の経歴において重要なステップとなった。新規開業路線のために、自社工場で自らの理想に従った設計の機関車を製作したことで、クラウスは、 後の機関車工場経営管理に自信を持つことができたのである。この頃から彼はミュンヘンにおいて彼自身の工場を設立する準備をしていた。すでにこの分野で成功を収めていたヨーゼフ・フォン・マファイからの強い反対を受けたものの、彼は会社創業に必要な資金調達に成功し、1866年7月17日に、 クラウス機関車工場を合資会社として設立、ミュンヘンノイハウゼンのマースフェルトに工場を創業した。クラウス製1号機関車ランドウーデン1867年3月には、早くも同社第1号機関車となるラントビュールデンを完成。この機関車はパリの万ク博覧会に出品され、金メダルを獲得した。この機関車はスイス北東鉄道時代に、クラウスが発案していた。 クラウスシステムと呼ばれる画期的な構造の初適用例でもあった。この構造は薄鋼板を強固に組み合わせて製作された板大枠の一部を仕切って蒸気機関車の水タンクとして利用するもので床上にタンクを設置するよりも重心を低くでき、しかもタンクの部材の質量を大枠の補強に利用可能で、さらには空いた床上のスペースを燃料庫の拡張をあるいは水タンクの さらなる増積にも利用できるという一国三調のアイデアである。この構造は以後、クラウス社製小型蒸気機関車に標準採用されたほか、オーレンシュタインウントコッペル社をはじめとするドイツ国内の後発小型蒸気機関車、メーカー各社に広く模倣され、さらには日本の日本車両製造をはじめとする車両メーカー各社にも孫コピーで模倣されるなど、 大きな成功を収めた。1872年には、ミュンヘンの南駅に、小型機関車製作を目的とする副工場を、そして1880年には、ドナウ君四国の高い輸入関税を避けるために、オーストリアのリンツにも、工場を設立した。クラウスは単に成功を収めた機関車、製造業者としてだけでなく、その他の技術的な発展。 例えば、カール・フォン・リンデによる最初の冷凍機の製造にも貢献した。また、ザクセン王国、チューリンゲン州、エルザスなどの鉄道路線建設や、ミュンヘンやウィーンの馬車鉄道の蒸気運転への更新、キームゼー鉄道、ミュンヘンの地方鉄道などにも参加した。さらに1876年には、今日のドイツ技術者協会の設立者の一人となり、 1903年には、ドイツ博物館の設立に際して10万マルクを支援し、また彼の作った最初の機関車、ラントビューレデンを買い戻した。また技術者としても、先日のクラウスシステム以外に、クラウス社の技師長であった、リハルト・フォン・ヘルムホルツと協力して1888年に、クラウス・ヘルムホルツ台車と称する、一軸先台車を備える機関車の曲線通過を、 円滑にする機構を考案している。これは先行したビッセル式一軸先台車に半を取りつつ、一軸先台車の左右軸箱を二頂点とする、トラスバーフレームの残る一頂点を隣接する第一道軸の中央部に設けられた専用の軸箱と関節を介して結合。ここを支点の一つにして一軸先台車のラジアル運動を行わせることで、一軸先、 台車本体の首振りに合わせて第一動軸を左右に、わずかにスライドさせる機構である。この機構は、直線区間で発生する一時打行動を、角輪軸が逆方向へ移動する作用によって抑止し、急曲線区間では、機構全体にかかる速圧によって先台車及び、第一動軸を共に、車体から相対的に曲線路の内側へ逃がし、 さらにそれによって圧縮された復元バネの作用で、曲線通過後の先台車のポジション復元を実現する。これにより、従来は急曲線通過時に、機上側面と車輪のフランジの間に生じる摩耗が、大きかった一軸先台車を備える大型機関車で、あっても、二軸先台車を装着する、大型機関車に匹敵するほど摩耗が、大幅に低減され、また機上にかかる大圧の低減も、 実現、軌道保守の負担が軽減された。そのため、この機構はドイツ及びオーストリアで製作される一軸先台車を備える大型機関車に広く採用されている。1876年に彼の最初の妻リディアが亡くなり、また1885年には事故で彼の唯一の息子、コンダートが亡くなった。クラウスは彼の会社を公開の株式会社へと転換し、 経営の第一線から退いた。しかし、取締役会の会長の地位には死ぬまで止まった。1880年の時点で彼は、ザクセンバイマルアイゼナハ大公国からリッター・クロイス、アイクラスを受賞し、また、バイエルン国王ルートビヒ2世からもその中金に、対してコニッヒリック・バイリシャー・コマートシアンラットを与えられた。1903年には、 バーディンクダンフォーム HL、マイケルスリー、クラスト、リッタークロイゼスでバーディンクダンズでアバイアーション、クローネオ、そして1905年3月6日には貴族に、女性られた。ミュンヘン工科大学は名誉工学博士号を授与し、ドイツ技術者協会は、1905年にクラウスは、会社の工場を過密となっていた、ミュンヘンの市街中心部から、 同志郊外のアラッハへ移転させることを決断した。この場所では現在でも、クラウスの後継企業が創業している。しかしながら彼は、ドイツ博物館の完成もアラッハへの工場、移転完了も見ずに亡くなった。1906年11月5日、実業家、ゲオルク・フォン・クラウスは、ミュンヘンにて80歳の誕生日を目前に亡くなった。彼の友人で最初に協業した。 カール・フォン・リンデが会長の地位を引き継いだ。クラウスの工場は1866年の会社創業から世界恐慌の影響で倒産した同業の JAA、マッファイ社と1931年に合併して、クラウス・マッファイ社に改組されるまでの間に7186両の機関車を製造した。なお、クラウス・マッファイ社は本社をアラッハに置き、 合併に伴う工場の統廃合では、J.、JA、マッファイ社の本社工場の機能をすでに、アラッハに移転済みであった、クラウス社の工場へ移転、統合する措置をとっている。ありがとうございます。